東合村は福岡県菊群にかつて存在した村。現在の北九州下地区の一部。東合村は1889年町村制が施行されるとともに、菊群、大隅号の白野江村、大隅村、黒川村、北区村、伊川号の被写田村の5村が合併して成立した。当時の戸数は520戸、人口は2973人とされる。 菊半島の東側で、須藤灘に面する。旧小倉半領に属し、廃藩地県後は、北県、小倉県を経て1876年以降は、福岡県に属していた。地勢は、山ちで、高知では、果樹栽培などが行われ、海沿いは、海産物が豊かで、石灰石、軽石も産出した。東郷村の西側では、 文字町が鉄道不設や実行機に発展し、1899年に文字市となった。東郷村は県道で文字市と結ばれていたが、途中の桜峠が険しく、往来は困難であった。1914年、ここに南高寺の末に初代桜トンネルが開通し、東郷村民の利便性は、飛躍的に向上した。1922年には、 黒川と飛写区田の間に、初代椿トンネルも開通し、文字市の三橋通りから飛写区田へ、さらに松が江村の常見方面へ、自動車や馬車で容易に通行できるようになった。1923年には文字市と大里町が合併した。1930年頃の文字周辺地図。文字市は大里町と東郷村を合併しており、相灘川の菊群松が、 江村はまだ独立している。1927年7月5日、統合村会は、市村合併に関する交渉委員設置規定を議決し、村会議員11名と各区からの代表を1名ずつ、合計16名の委員を任命した。同年11月29日、文字氏は統合村に、尊政の調査を依頼し、1928年10月、 文字市統合村合併に関する概要調書をまとめ、文字市会に提出した。同年11月19日、文字市会で統合村合併調査委員設置規定が制定され、任命された委員が統合村の実地調査を行った。以後、市村町合併委員の協議を経て、1929年9月4日、合併に関する協定が結ばれた。同月9日、 馬場和ズ文字市長が、統合村を、文字市に編入する、旨の議案を市会に提出し、満場一致で可決された。その提案理由は、次のようなものであった。統合村八世本市トレ渡る市人情、風俗相当しく日常物資の受給派素より、土木、衛生、交通等に、春見施設の関係を、有するのみならず市の地域派教省に、私的に住宅地及び、 工業地にとぼしし実情にある二歳と共に進展する姿勢に伴いしてますます地域の拡大を必要とするに入りここに適当にしてしかもかも効果なる土地を要する同村を市の区域に編入し持って相互の発展を助長するのと交戦とするにありり同年10月31日大津美人上小学校で解散式が行われ同年11月1日東郷村は 文字詩に合併した。ありがとうございます。